早原藤と申します。レゴマーベルスーパーヒーローズザゲームやっていきたいと思います。まあ、前回の続きでね、まだタワーを登っていってる最中で、これがねアイアンマンです。でもってこれなんだ、3しかこれ誰、まあいいか、これがねアイアンマンなんですよね。でまあスーツを、取り返す着るみたいな感じですね。でまあちょっとだけ飛べるんですよね。でもってアメリカンに変えて、危ない危ない、あもう一回か、しまったな。あれ登ってくれるんだね、やつやつ。上の方に行けばいいのかな。前はねちょっとした仕草もねヒントなんでね。でもって上に行くと、これぞ絶景という感じだな。でこっちに行ったんでこのまま追いかけていけばいいんでしょうね。これなんだろう、ここでどっかから降りられるのかな。シュールすぎるだろう出られないし、しまったな、まずいぞ。よしよし、虐殺だなまだいるね。この風を止めないといけないのかな。あ、分かったぞ。このまま行けないか。ちょ待って、下からなんかするのか。この風を止める的なね。あ、下からさ上がれないか、上がれないのか。組み立てはないか。上でもないよ。風を止める何かしらがあるのか。あ、レバーか。なるほど、これで風を出せるんだ。
でもってあ、なるほどね、これを壊して風を止めるんだ。あ、気づきにくいな。実はね、前回ここの謎が解けなくて一回ねやめたんですよ。でもってあれヒントだ。ん？アメリカンか。ビーム攻撃が来てないとダメだな。これはなんだ。これで上に上がれるんだね。上がれないか。くそ。あ、これ違うな。多分キャプテンアメリカンで。これはかなり筋力が必要だろう。ハルクか。このレバーを回せないかな。でこれを燃やすと。壊すか。でもってビーム装置が出てくるんだね。本当に凝っとんなこれ。エネルギーをあそこに入れればいいんだね。あ、ちょっと危ない。なんだあれ。アリムビームか。あれは壊せるんだね。壊して。組み立てると。これ同時に引くレバーかな。申し訳ありません。システムは停止中です。おう、これはすごい。今はそんな暇はないぞ。よし。これはなんだ。まず奥のキャプをキャプテンアメリカンで開けて、あ、そういう感じか。あれをシールドで、弾き返せばいいんだね。セキュリティシステムの一部が回復。マーク42スーツの配備を要求中。パーティーの時間だ。来るか？
おお、アイアンマンだ。レーザーを当てて切り取ってみてくれ。何？あ、何これ。こんなんあったんだ。あ、違うね、スーツごとに違うんだ。変わっとんのかな、なんか。いや、飛べるね。マンダリン。ロキ、そいつを置け。実に申し訳ないことだが、高出力で低コストの動力源が必要なのだ。盗む相手は選ぶべきだな。盗んだものはそれだけじゃないぞ。どこに行く気だ。半身など信用できんな。お前たちに教育を施してやろう。アベンジャーズ、お仕置きだ。もうやめろ単純。お前にはうんざりだ。もう戦いか。やめるなよ。よーどどどど。あいつ不死身か。こうなることを予期しておくべきだったね、スター。殴れい。終わりか。あっけないぞ。あ、これん？あ、今のボス的なやつか。てててて。いいよ、そんなものは今も存在しない。来たぞ。あとは撃って撃って撃つだけだ。おお、すごいね。でもって殴ればもう一回来ると。よーし。私の人類観はお前たちには理解できない。お前たちの武器でお前たちを倒してやる。かかってこい。なんだあれ、アイアンロボ的な。あれがアルクバスターアーマーか。そうだ。へえ。アルクにできることは全てできるのか。そうだ。それすごいな。よし、飛ぶか。HP 高え。あと22もあるのか。逃げたな。そう、強いな。
あとちょっとだ、10、もう半分か。当たれい。一定時間無敵になるんだ。ズボールだ。うわすげえ。あれなんだ、いや HP か。ハウスパーティープロトコルを作動。おなんだこれ、アイアンマンがいっぱい来たぞ。あ、へえ、味方か。すごいすごい総攻撃だ。どんどん来るぞ。お、マシンガン。あ、死んだ。ててて。聞かないな。これ以上当たってんだ。降りるか。うわあ。聞かないんだ。お、聞く聞く。てなくねえか。組み立てんのか。お、アイアンマンじゃない、キャプテンアメリカの。で、とどめを刺せばいいんだね。あ、これビームか。難しいな。よし、ここら辺じゃないか。もうちょっと上なんだ。難しいね。スーツはどうだ。懐かしい感じがいいな。どうして私のタワーはいつもぶっ壊れるんだろうな。お、再起動クリアと。アイアンマンマーク1初号機か。アイアンマンマーク42、トニー・スターク、中身の人か。アルドリッチ・キリアン、マンダリン、我々は今巨大で悪質で世界的な危機にさらされてる。リード・リチャーズによればブロックはコズミックパワーを秘めていて、
シルバーサーファーのボードの破片らしい。私の考えが正しければ地球を守れるのはお前だけだということになる。研究所めちゃくちゃにされてしまったな。連中は盗みが大好きだな。そう、だが盗みすぎた。ラトベリアでの奪還作戦を始める。私はこれをラトベリア作戦と名付ける。残りのファンタスティック4を集める。よし、シールドのアークリアクター追跡ソフトを起動。アークリアクターの痕跡を追えるのか。お前がおかしなパーティーにいるのを何度探したか知ってるか。戦いを有利に進めるには情報が命だ。ホークアイ、ブラックフェイド、頼む。手遅れになる前に何としてもアークリアクターを取り戻すんだ。シグナルを追って探し出せ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。